倉井さんです。陰性保有の4回目ね、副走からして連続で収録しているというのがお分かりになると思いますが、今回はね、アカデミアではなく、じゃあ博士を取って民間に就職する場合を考えましょうね。さすがにアカデミアの方が厳しい分ね、民間に就職すりゃ楽なのかというと全然そうじゃねえっていう現状が聞こえてきたりしますね。こっちは俺はあんまり深く調べられたわけじゃないけど、聞いた話をそのまま伝えます。で、まあ、最後にね、博士を取る矛盾をね、ちょっと考えてみようかと思います。で、まあ、これはネット上で見た話だから、まあ、信憑性はそんなあるかどうか分かんないけど、結構見るからあるんだろうな。修士手に比べて、博士を出た人間は、企業はなんかあんま取りたがんないらしいんだよ。まあ、その、特殊な研究業とかそういうのは別としてもね。で、その理由はなぜかっていうとさ、なんだ、よくネットで見るのはさ、プライドばかり高いとかね。で、給料に、なんだ、高く出さなきゃいけないとかさ、ね、こういうこと言うんだけどさ、いや、当たり前じゃねえかって思うよね。これについてなんでこれに文句言うのよってさ、いいですか。博士課程っていうのは前にも言った通り、そのとんでもなく研究をね、極めるっていう、そういう生活を、学部卒から比較すれば5年で、修士卒から比較しても3年以上も長くやってんだよ。で、それで一定の研究をも、ね、成果を上げて一回も持ってから、もうしょうがない、アカデミアに残るのが地獄だから、この就職を目指して出てきてるわけだもんね。いや、俺の周りにもいるけど、結婚とかそういうのがあるからさ、いつまでもその無職でいらんねえからとか言って、ねえ、すっげえ優秀なやつなのに民間に行っちゃうやついるんだよ。いや、そういうやつをプライド高いって当たり前じゃねえかよ。そんだけのプライドを持てるだけの仕事をしてきてんだよ、俺らは。で、給料が高く出さなきゃいけない、当たり前じゃねえか。いや、むしろ修士卒で3年会社に勤めたやつより給料高くあるべきなんだよ。だってそれだけのね、会社に勤めてるのとは違う能力を持って入ってくるわけだからさ、それについて文句言うね、経営者とかがいるっていうこと自体がわからねえ、俺は。いや、だってそうでしょ。いや、そういうやつは絶対博士ではほとんどいないんだろうけどさ、博士でだったらその苦労とかそういうのはわかるはずだぜっていう感じでね。とにかく、じゃあ民間に行くってなっても、なんかこういうようなこと言われてさ、なんつーの、なんかこう肩身が狭い思いするんだよ。だからアカデミアに残るも地獄、民間に行くも、まあ、地獄じゃねえか知らねえけど、天国とはとても言い難いかなっていうね。そんな状況に博士卒はあるらしいんですわ。はい。で、博士って言葉を聞くと、なんかこんな言葉を思い浮かべる人がいるでしょ。末は博士か大臣かっていうね。これ明治時代の食産業工業時代に、なんかこうね、特にこう聡明な人間は博士になるかね、研究者になるか、国を支える大臣になるかっていう言葉なんだけど、今絶対この言葉使うなよって感じなんですよ。だって、いや、大臣はわかんないよ。これどこ指すかによっても変わるだろうけどさ、絶対今俺のさ、仲間の官僚とさ、俺らって生活レベル違うもん、待遇すら違うもん。ああ、官僚はさ、まあ、その天下りとかそういうレイヤーとか除けばね、順調に出世していけばさ、なんだ、係長になって課長になってさ、お車付きになってさ、なんかね、中年過ぎりゃさ、送り迎えついた生活を送るでしょ。こっちはどうですか。最上位だって送り迎えなんかついてるやついねえよ。いや、で、うまくいけばそうだし、うまくいかなければ人生が破滅するわけだよ。だから俺はね、これ俺が発明した言葉なんだけど、この言葉をこういうふうに言ってます。末は博士か殉職かね、殉職って知ってるでしょ。職業に準じて死ぬことですよ。例えばね、警察官が犯人とね、
なんて取り押さえの時にね、あの運悪くその犯人に刺殺されちゃったりしてさ、銃殺されちゃったりしたらね、2階級特進でね、その仕事のためにね命を落としたって殉職ですよ。研究者なんてもうある意味殉職じゃないですか。その研究職と共に死ぬしかねえんだからさ。いやね、そんなに民間の就職も大変だし、研究業界にいたと職はねえしさね。だから俺はこう言ってますよ。これは俺が書く本のタイトルにしようと思ったんだけど、末は博士が殉職かってね。いや、この状況さ、どう思います、世間の方々ね。それにもう一つ話があるんです。あの俺ってね、まあちょっとこれ学歴一番下げて通れねえからちょっとあのしなきゃいけないんだけどさ、俺一応あの開成高校出身であの東大行ってるんですよ。でだからさっき言った通り、あのもう官僚になってるね、係長とかになってる友人がいるんですけど、もう省庁でね、うん、いやあのさ、そのであのこの学歴を持ってですよ、あの俺が博士課程、まあ、特にこのあの非常にね役に立たない分野に進もうとした時に、だよ、俺周りからこう言われたんですよ。え、クラゲさん、え、いいの？あの、その学歴を生かせる道に進まないの？あの、笑っちゃうでしょ。あの、そのさ、あの、ある程度さ、そういうね、あの、学歴とかがあってさ、あの、そういうのが保証されてる人はさ、博士に、あの、今行くものじゃないんだよ。博士に行くってもうほぼ腕一本の勝負になっちゃって、あの、学歴一切関係ないんですよ。あの、もう落語家とか相撲取りと同じレベルだ。うん、だから、学歴持ってる、ね、クラゲさんが、え、博士に来るの？本当にいいの？って言われるっていうさ。いや、笑っちゃうだろ、この現実。笑い事じゃねえけどさ。うん、いや、そういうことなんですよ。だからまだちょっとその、医学とかね、役に立つ分野だったらまだわかんねえけどさ、役に立たない分野はそうだっていう、そういう話なんですよね。はい。いかにあの、今が馬鹿らしい状態がわかるでしょ。研究者は国の宝じゃねえの？うん。自分で言うのもなんだけどさ。はい。そんな、現状がございます。で、この、ね、役に立たない分野って、この言い方も本当に嫌いなんだよ、俺はね。うん。次回はそういう話をしようと思います。強引に次回に繋いだドクタークラゲさんでございました。ありがとうございました。